私ドクター熱血が一から作り上げているブレソル攻略ウィキの紹介です。2年前から公開しておりますが、認知度が一向に上がらないため、今後動画の冒頭で宣伝させていただきます。ブレソルを始めたけれど何から始めていいかわからないなどの初心者の方へ、おすすめのクエストの進め方やグループバトルのノーマル、ハードなどの各種クエストの攻略法、最新ガチャの紹介などもしております。中級者以降の方におすすめなのは、各星4キャラクターがどのクエストで手に入るかを全て網羅しており、霊力の回収の手助けになると思います。ウィキには概要欄から飛べますので、お気に入り登録やブックマークをしていただき、ぜひ熱血性のブレソルウィキのご活用をよろしくお願いいたします。また2022年末より毎週水曜日22時頃からと言いつつ、大体23時ぐらいから YouTube ライブでブレソル1週間のまとめと共闘を放送しております。現在150回を超えて放送を続けております。お時間がある方はぜひ見に来ていただけると嬉しいです。こんにちは、ドクター熱血です。グループバトルいきましょう。ホローキラーを、どうしようかな。今何を悩んでるかっていうと、 E バーンを入れるべきかどうかっていうところなんですけども、いや多分ね、E バーンを入れない方がワンパンしやすいと思う。理由としては、もう山 G の火力は十分なんですよ。何が困るかって、ワンパンその場打ちで困るのって、雑魚の打ち漏らしがきついと。で、その場打ちするんであれば、ここのメンツでいいと思うわ。行くぞ。グッと。肩はついた。肩がつきました。949、もう車内。E バーンの必要性は、まあ、もしかしたら今後グループバトルベリーハードで進化を発揮するかな。いや別にもうって、もう今山 G だけで。バカ。終わりますからね。今終わりますからねって言って、今あれ終わってねってなりましたけど。行くぞ。バカ。終わりますか。肩はついた。はい、今回は59秒949、その場打ちできました。今回はここまでです。以上、ドクターネックスでした。お疲れ様でした。